8月23日に図面、加計学園の建築図面を公開しますというようなアクションをしてきたんですけれども、まあ、一応私たちが思うに、これが今、国会の中で審議が残っている加計問題の最大の疑惑であるというふうに思っています。いろんな論点があるんですけれども、今回、僕たちが図面の公開から言ってきたこと、一つには、 賭け問題というのは、結局、政治とお金の問題であって、50億円規模の補助金詐欺事件である、だ先ほどの本のタイトルがまあ補助金詐欺事件というふうになっているんですけれども、やっぱり総理のご意向なんて言っても、結局のところ、政治家がお金が動かないのに、何かをするなんてことはやっぱりないんですよね、でしかも安倍総理、まさに国会の答弁で、賭けさんとはおごったりおごられたりの関係ですと、はっきりおっしゃってましたよね。 おごったりおごられたりの関係の人が、まあ、大学を作るのに便宜を図ったということが、まあ、一番の問題であってしかもその建築費に関して水増しの疑惑があるということが、まあ、大きな一つの問題ですでもう一つには100%ウイルス漏れが起こるずさんな設計、まあ、要するにです、ね、石破4条件に沿うような高度なウイルスの研究とか教育をやる気なんていうのは 1>, 1ミリもないだろうというのが、僕たちが公開した図面を見て、ライフサイエンスの研究家、専門家の人たちがコメントをくれています。さっきの建築費水増しの事件なんですけれども、僕たちがずっと壺150万円事件と言ってきた話がありまして、加計学園の建築費がつ単価に直すと150万円ぐらいしますという話があります。でも僕たたたちが公開した図面を見た専門家ははうことには 倉庫に毛が生えたような建築仕様である、民間同士の発注なら壺70万円である、イオンモール以下の仕様だ、イオンモールはなんなら最低壺45万円ぐらいで発注するんですよ、この壺70万円ぐらいというところから算定すると、壺150万という見積もりを出している加計学園のさっきの補助金は、半分ぐらい水増しされているということなんです。 だから96億円のうち、50億円ぐらいの規模の補助金水増しを、で、差しゅをしようとしているんじゃないかということを、僕らはずっと主張してきています。これに関して、はっきりとした反論は今治市も加計学園もないんですね。彼らが言っているのは、高くないんです。その一言です。じゃあ、見積もり出せよと、僕たちは言っていて、見積もりは出てこない。見積もりは出さないけど、高くないんです。 そんなこと通用しますかねでその150万円が高い高いっていうのに関して、まあ、いろんな疑惑があるんですけれども、これも結構象徴的な話で、eStat というです、ね、何か建築物を建てるときに、えー、県に対して建築確認申請っていう書類を出すんですけど、その建築確認申請っていう書類を出すときに、金額書くんですよ。いいくらぐらぐの建物ですみんなが あの皆さんがご自宅を建てるときも、そういうのをあの設計会社は提出してるんです。で、加計学園が言ってたのは、約80億円ぐらいの建物を建てます、彼らが書いてるんです。約3万平米で80億円ぐらいの建物を建てます。で、これを壺単価に考えると、88万円なんです。あんたら自分で壺88万って言ってるじゃんっていう資料なんです。 なんでこういうことが起こるかって言ったら、それは現場知らないですよね、壺150万もあの見積もり単価、水増ししていることを知らないから、現場はまあ大体、実際かかる金額に、なんなら大体ちょっと上乗せするんです。ちょっと上乗せして、88万円の金額で出した。加計学園、それはね、何にも話さなかったんですけど、4通のファックスを出したんです。報道、閣議向けって言って、いやいや違うんです。私たちはそんな悪いことしていないんです。 私たちの建築費は148億円なんですが、148億円の中には、1期工事と2期工事があって、1期工事を80億円とわれわれは言ったんです。という言い訳をしたんですね。1期工事が80億円だったら、2期工事はですね、まあ、大体、まあ、いいところ見積もって56億円なんです。彼らの言うことを信じると。 この一まあ、全体の工事費148億円というのはもう今治市に出しているものですから、これ、動かせないんですね。で、一期工事が80億円だったら、残りは二期工事56億円ぐらいになるんですけど、二期工事たったの2000平米ぐらいしかないんです、つまりこれ、壺あたりに直したら、壺952万ぐらいの単価になるんですけど、<laughs> まあ要するに嘘ついてるから、しゃべればしゃべるほど、 もう嘘が雪だるま式になっていて、どうしようもない状態になってるんです、単価問題と合わせて、僕たちが問題視してきたのが、100%ウイルス漏れが起こりますと、ライフサイエンスの専門家に言われています。で、まあ、いろんな指摘があるんですけど、あるものがない、例えば焼却施設がどう考えてもないとか、排水を本当に分離する施設があるかどうかわからないとか。 えー、レベル3っていう危ないウイルスを扱う、例えば鳥インフルエンザなんかもそうなんですけど、鳥インフルエンザ扱うラボ、あるんですけど、BSL3 っていうラボがあるんですね、まずこのラボの面積が5坪なんです、<笑>,笑った方はちょっと分かっていただかないですけど、5坪ですよ、パーティールーム100坪ぐらいあるんですよ、あのワインセラー覚えていただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、ワインセラーを配置しようとしていたパーティールーム、あれ100坪ぐらいあるんですよ。